こんにちは、勅使ヶ原です。今日は傾斜地のお話をしたいと思います。傾斜地ですが、平らなところに比べて同じように構えてしまうとミスになってしまいますので、構え方と振り方のポイントがあります。傾斜地は主に4種類ですね。つま先上がり、つま先下がり、左足上がり、左足下がり、大まかにこの4種類の打ち方、構え方を覚えていただくと複合の傾斜にも対応できますので、それについて説明させていただきたいと思います。では今日はつま先上がりについて説明させていただきます。つま先上がりの注意点は4つになります。1つ目は通常の前傾姿勢、体の前傾姿勢よりも傾斜に合わせて起こすことがポイントになります。通常の前傾姿勢よりも傾斜に合わせて前傾姿勢を起こしていきます。2つ目が体重はいつもよりかつま先の方にかけるようにしてください。3つ目がいつものスイング軌道よりも傾斜に合わせて横振りに振っていきます。最後がボールが左に曲がるので、左に曲がるのを想定して右を狙っていくってことの4点を注意していきます。では一つ一つ具体的に説明させていただきます。まず1つ目ですが、通常の構えで構えてしまうと、このつま先上がりはダフりやすくなります。なので傾斜に合わせて前傾姿勢を変えることで対応していきます。なのでこの傾斜であればこのぐらいで対応できます。ただもっとですね、ここにあるようなボールであればこのぐらい前傾姿勢をこう起こして打たないといけないです。いつもの前傾姿勢でここのボールは打てないです。まあ、自然にこのような形になると思います。なので傾斜に合わせてこの手首の角度はあまり変えずに前傾姿勢を変えて対応するようにしてください。で、2つ目がですね、乗っていただいて振る際に、こっちがかかとの方が低くなっているので普通通りに構えてしまうとかかとに体重が入りやすいです。かかと体重になってしまうとスイング中に後ろによろけるようになってしまうので、ものすごくつま先体重っていうわけではないんですけど、バランスを取るためにいつもよりつま先にかかるようなイメージを持ってください。あくまでこの傾斜に対してバランスよく振るっていうのがイメージになるかと思います。で、3つ目がスイング軌道になりますが、いつもの軌道だとこのぐらいの軌道で来るんですけど、体を起こすのでいつもの軌道で振ってしまうと、まあ、これは悪い手打ちになってしまいます。なのでそのまま体を起こして横振りで振るイメージっていうのを持っていきましょう。で、最後はですね、このつま先上がりというのは左に飛びやすくなります。なのでそれを想定して右を狙っていくことが必要になります。で、長いクラブほど左へ行きづらく、短いクラブですね、ウェッジとか初対面になるほど左へ飛びやすくなります。この度合いは一概に言えないので、あ、このぐらいの傾斜だったらこのクラブであればこのぐらい左行く、長いクラブであまりつま先も上がっていないのでその場合はあんまり行かないっていうふうな形で、経験で覚えていただくと良いかと思います。で、最後に打ってみたいと思います。まっすぐ構えてみたいと思います。
つま先上がりですね、必ずこの傾斜値は手前の同じような傾斜で素振りしてください。素振りをしていただいて、あ、この前傾姿勢ここまで起き上がらせたら足らないので、前傾姿勢をいつもより浅くして振っていきます。で、かかと体重だとバランスが崩れてしまうので、バランスを保って振れる範囲で振っていきます。で、これでフルスイングではなくてバランス取れる範囲です。このような感じです。では右に向くパターンもやってみたいと思います。まずここで経験と、あ、こう振ったら、まっすぐ振ったら、あ、20ヤードぐらい左に曲がるなっていう感覚が出たら、20ヤードですね、ターゲット150ヤード先のターゲットを20ヤード右にずらして、あとは一緒です。バランスよく打ってくると、少し右からフックして戻っていきますので、このようにつま先上がりは対応していきます。ぜひですね、なかなか練習場ではこのような練習ができないかもしれないんですけど、ティーアップしたボールを打つなどで今日行ったことをイメージしながら練習してみてください。